オーバル BA と、大赤斑三つのオーバルから、オーバル BA への融合三つの赤斑の、すれ違いオーバル BA は、木製表面の嵐。大赤斑に次ぐ大きさの赤い嵐で、南半球中緯度、大赤斑よりやや南の南温帯ベルト内にある。大赤斑に対し、中赤斑とも呼ばれる。なおこれらに対する、小赤斑は2008年に短期間存在したが、現存しない。 小赤藩の誕生前は、オーバル BA のことを、小赤藩と言ったので注意を要する。赤藩、ジュニアレットジュニア、中赤藩 BA などとも呼ばれる。現在の赤い色になる前は、白藩 BA、永続白藩 BA などとも言った。1939年、3つの白藩が発見され、エルマーリーズにより、オーバル BC で FA と命名された。1998年、 BC と D が融合し、オーバル BE となった。2000年、BE と FA が融合し、オーバル BA となった。2005年から、徐々に赤くなり始めた。2006年、赤藩となって初めて大赤藩とすれ違ったが、目に見えた変化はなかった。2008年、オーバル BA、大赤藩、小赤藩が、ほぼ同時に互いにすれ違う現象が起き。 小赤藩はその影響で消滅した。ありがとうございます。